マジか、すごい雷です。なんともうここまで雨入ってきてます。ボール濡れとる。えらい雨。はい、こちら JR 新田駅東口におります。これ屋根の真下なんですけどもね、これもうボールびちゃびちゃ、カバンもびちゃびちゃです。これ屋根あるんですけどね、すさまじい雨です。これもう屋根の真下やのに道路全部水浸し、ちょっととりあえずね様子見ながら練習もうちょっと続けていこうと思います。それでは10時54分ですね。相変わらずここポキポキなって痛いんですけども、ちょっとね雨増しになったんで、ちょっとねやりすぎないように今日はセブンボール9キャッチ5回できたら帰りたいと思います。それでは行ってみましょう。1回目、よし、20秒、2回目、1分12秒、3回目、おっしゃ、40秒、4回目、よし、1分17、5回目、よし、オッケー、17秒、意外と早く終わりましたね。ちょっとじゃあ次11キャッチをね、久しぶりに1回出せるまでやってみましょうか。頑張ります。てなわけで挑戦開始。できたぞ、おい、30秒。はい、ということでね、ちょっと今日まだ1時間しかね、1時間半かしか練習してないんですけども、今日はとりあえずやりすぎないようにねしないとまたこれ悪化させてまうんで、今雨もない、止んできたんで今のうちに帰りたいと思います。それでは、はい、帰ろうと思ったんですけども、ちょっと10分だけ13キャッチに挑戦したいと思います。4分10秒、ちょうどし、むっちゃ久しぶりに13キャッチ出せました。まあなんとか、うわまた雨降ってきたな。まあなんとかやればできるというところね、今後とも子供たちに見せていけるように、まあおっさんは頑張っていこうと思います。では